きしておくと味が馴染んで美味しくなる。子供も大好きなケチャップ味にバターでコクをプラス。ポークチャップをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず玉ねぎは薄切りにします。エリンギは縦半分に切り、長さを半分に切ってから薄切りにしましょう。豚肉は3センチの長さに切り、薄力粉をまぶします。フライパンにバターを溶かして、玉ねぎとエリンギを全体に広げ入れ、上に豚肉を乗せます。蓋をして弱めの中火で 4、5 分蒸し焼きにしましょう。野菜を敷いて蒸し焼きにすることで肉がふっくらと仕上がりますよ。途中で全体を混ぜ合わせます。豚肉に火が通ったら、混ぜ合わせた材料 A を加えて全体に絡めれば出来上がりです。一度にたくさん作っておくと、温めて盛り付けるだけですぐに一品ができますよ。ぜひお試しください。